今やってる子たちの個性を引き出していって、でそれが例えばいろんな形、ダンスとかボーカル、アクティングをやってるんですけど、それだけじゃなくって自分の中にあるものを表現できるような場所っていう感じですね。代表が思う思いだったり、未来に向かっていくっていうものをメロディーだったり曲のテンポだったりにちょっとなってて、テイストはズバリアフリカです。じゃあ鼻歌マジで歌いますね。こんな明日だとしても今を信じ仲間を感じ、頃から姉とか私とかも一緒に宝塚とかを見てたんですよ。で、それからもう母もそういうことをしてたりとかして、そういう家庭で育っていきながら、それぞれ私もそういう舞台の道、妹 LED の代表の優子もダンスとかそういう歌の道へ進んでいったんですけれども、どうしてもここから先っていうところがなかなかうまく自分たちのうまいようにいかなくて、私自身もパフォーマーとしてずっとダンス歌やってきたんですけども、ある時からちょっと自分はパフォーマーじゃないのかなっていうふうに思ってきて、パフォーマーももちろん好きなんですけど、自分が発揮する場所っていうのがちょっと違うのかなっていう、それをこう見かねた母が、だったら私が舞台を作ってあげるって言って、踊らせてくれたり歌わせてくれる場所を作ってくれるっていうことで発足したのが LAT の根本的な始まりなんです。ロコスタイルアーティストという名前でこのグループを作ったんですが、もともとハワイ好きな母だったので、その部分を略しまして LAT になってます。特に今は意味がないんですけど、 LAT っていう形でやってます。一言でちょっと表すの難しいんですけど、メンバーのことから言いますと、今やってる子たちの個性を引き出していって、でそれが例えばいろんな形、ダンスとかボーカル、アクティングをやってるんですけど、それだけじゃなくって自分の中にあるものを表現できるような場所っていう感じですね。でお客さんに関しては、見ていただいてちょっと気分が落ち込んだ時でも楽しんでいただけたり、その空間を楽しんでもらえるような場所として
考えてます。 OK ですか？はい、じゃあやりましょうか。ジャングルでそれぞれの輝きを見つけてるっていうイメージだから、なんか思いっきり踊ってもらってよくって、テレに関してはちょっとアフリカンテイストなセクシーな感じがいいです。バッチャ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 
があって、次やるときあったらそこ直したいなと思ったのと、グループ分けして踊ったりするのも面白いなって思って、うんうん、もっと違う組み合わせとか LAT の中でもそういうのやったら楽しいかなと思いました。もうちょっとスッてこのなんだろう、肩が上がってたりとか、なんか腕が曲がってたりとか、ペペって感じが多かったので、もうちょっと丁寧なお辞儀とかした方がいいかなって思いました。これがやっぱりなんだろう、見てくれる人、うん、なんだろう、本当に見たいと思って見てくれる人に見てもらうと、やっぱりやってるこっちもすごい嬉しいし、それだけ頑張ろうってなるから、もっと外でもなんか本当に見たいって思ってもらえるようにしたいなとか思いましたね。さちかとのやつは一緒に打たないから、なんか揃ってるようで全然揃ってないところが多くて、やっぱそこも練習不足だし、自分の踊り方が本当にあるでもなんか、あ、まあいいや、後でいいわ、うんうん、もっと、ね、練習して上手くなりたいなと思いました。はい、はい、私はすごい褒めたいのは、私はあんまり言ってないことをみんなが自分たちで獲得してる、そこはすごいと思った。うん、ラキに関してもニヤニヤしてたけどね、やるときやるっていう、のんちゃんもそう、先生たち全然手振りしなかったのにあんだけできるっていうの本当にすごいと思うし、度胸はあるし、そういうとこはすごい勝ってます、先生は。ね、かおちゃんに関しても表情が良くなって、きっとそれはテリを見てるし、見てるんだと思う。うん、ね、あるある、見てるし、うん、でラキに負けたくないっていう気持ちがきっとあるし、なんかそういうところが上級生の負けないからできっと向上する部分なんだよね、うん、そこが、だからそこが LAT のやっぱいいとこ、うん、だけどもっとこうやっぱこうね上がってきたらいいなっていうふうに思いますね。はい、以上です。はい、はい、もともと舞台人前に出るのは得意だったんですけど、見せ方とかあの立ち振る舞いっていうの、普段舞台に出てない時でもそうですね、あの普通出ててただ立ってるだけの時でもちゃんとした姿勢、あの相手に見られてるって意識を持つっていうのをすごい学んだと思います、はい、今までは普通に楽しくやるのが私の中でメインだったんですけど、これからはもっとやっぱり自分たちの技術面っていうちょっと厳しいところも磨いて いって、それでもってあのお客様にもっと楽しんでもらえるようなショーを、はい、私たちが中心となって作っていけたらいいなって思います。小学校5年生の最後ぐらいの時に、お母さんつながりで元代表の千鳥さんとこうなんだろう、やらないみたいな感じになって、そんな感じで、まあ、同い年の子が集まってやるってなって、楽しそうだなって思って入った気がします。こう先生に言われてやるんじゃなくて、やっぱり自分たちでこう、こうしようああしようって言って話し合う大切さというか、自分たちでやることの大切さとかを学んだと思います、はい、最初の目標はプロダンサーです。はい、大きく言いました元々先生、ゆうこちゃんとかと私の母が釣り合いで LAT が動き出した頃にの一番最初のショーを見に来て、私はそれで見た瞬間になんかやりたいなと思って始めました。一番 LAT で身についたのは、他のダンスのスクールとは違ってすごい表現力がついたかなと思います。表現力ですか、はい、顔の表情とか豊かになったかなって思います。もっともっと先生たちにも近づけるようにというか、自分たちミステリオでももっとダンスも歌も演技も全体的に上手くなりたいなって思うようになりました。
もともとヒップホップやってたんですけど、その時と違って見てくれる人が楽しいだけじゃなくって出演する人が楽しめるみたいな、そういうなんだろう、ショーを作る本当の楽しさとか、あとメンバーの大切さとかを、はい、学びました。なんだろう、 LAP すごいダンスが本当にみんなレベルアップしてきたから、なんかやっぱり競争心が生まれたみたいな、なんかマナちゃんはすごいダンスが上手くって、すごい私も尊敬してて、でなんかそれに追いつこうみたいなのがすごいありますね。 LAT がもっと広まって、なんていうんだろう、大きい会社みたいになって、私は外国でデビューしたいですね。一人で何したいってわけじゃなくて、私はメンバーが好きなので、このメンツでやりたいって思いますね。なんでパッションやるかっていうと、今度の8月17日の LAT のショーでそれをやるので、その時にみんな衣装を変えてやろうと思ってて、聞いてる聞いてる聞いて聞いて、衣装変えてやるので、初めて見るお客さんがたくさんいると思うの、だからあ LAT はこんなにパワーアップしたんだっていうと、それで見せたいなって思う。はい、せーの、パパパパパパパ、うん、パー出す、タッタッタ、一、二、立たない、タッタ、そう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 、いいよ、左、右、左出して丸、パン、うん、パ、うん出すでしょ、回ったらパン、パン、うん、パーで一気に下ろす、そう。ここがちょっと全員バラバラかな、うん、サビのところかな、三人は、うん、なんかどっか逆のとこがあったかな、まあここがバラバラに見えた、うん、あと最初だよね、じゃあラダンタンってこっちになってからこうなってくるのがちょっと甘い気がする、ね、あと別に顔は前でもいいけど、体の向きが一歩は左行って、そのまま 1,2,3 歩目の時に前、たくさんの声とともに一つに、歌っていうのは何でしょうね、命ですか、命、ね、命、やっぱりどうしても疲れたりとか忙しかったりとかしてると歌わなくなるんですよ。そうするとどん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 命が削れていくっていう感じが分かって、どんどん気持ちが塞ぎ込んでいっちゃうんですね。だけどそれを思い出して、そうだ歌だと思って、ちょっとした瞬間とか、こう行き帰りの歩いてる時とかに口ずさむだけでもうわーってエネルギーが湧いてくるので、多分命です。合わせたピースでできたパズルは純粋に地色のメモリーズ、気持ちで伝わる素敵たち、喜び合い怒り、目では見えない感情のすべて、一つの色を合わせ虹色に変えてゆく。先生なんですけど、でも先生以前に私のすごい私のことをすごく理解してくれてて、そうすごい親密な感じの、はい、なのでお姉さんっていうイメージですね、私の中では。
ゆか先生が歌ってるとなんかすごい一気に周りの雰囲気が変わるというか、すごいそことかが自分たちも見習いたいなって思うところが多くて、でいつもお姉ちゃんみたいに優しくて家族みたいな存在です。去年の10月から作詞と作曲をしだしたんですね。自分の歌がどうしても作りたいって言って、うまい具合にご縁で環境がね揃ったりとかして、今パソコンとキーボードで駆使して音楽作って歌ってるって感じなんですけど、でもやっぱりこういう自分たちで作り上げていく、そしてその後からついてくる LAT のメンバーたちがいるってなると、やっぱりこう芯とこうしっかりしたものを今代表と一緒に固めている状態です。みんなが輝けるためにはどういう楽曲にしたらいいかとか、で自分はどうやって歌っていったらみんなが私がどうやって歌ったらみんながどうやってついてってくれるかなとか常に考えてるんですよ。ですごく今のメンバーが大好きなので、でまあ妹も一緒に代表やってたり、母もジムをねいろいろやってくれたりとかしてるので、もう大きく言ったら家族ですね。
ダンスとは、まあ、やっぱりあのダンス体動かしたりするっていうところで運動にはなると思うんですけど、私からしたらやっぱり表現ですかね。一つの自分の中のあるこう表現したい部分っていうのをダンスの中に表現しているっていう考えでいつもやっていますね、はい、なのでこう体動かして汗かいてっていうのはもちろんそうなんですけど、それをやっていくことできっと自分がこう成長ができたりいろんなものをこう獲得できるものだと思います。こう責任感ももちろんこうチームでやるときに出たりとかっていうのもあると思うので、いろんなところが成長できるものっていう感じですね。先生のダンスが本当に昔から憧れで、いろんなダンサーさんとか見てるんですけど、やっぱ何だろう、すごい一番って言っていいぐらいの憧れです。はい、いつもはもうガヤガヤしててすぐね変顔もして面白いけど、ダンスを踊ると何だろう、すっごいバッキバキなすごいかっこいいダンスを踊るから、なんかそういう、なんだろう、2つの面持ってて、なんかやっぱりなんだろう、切り替えがすごいかっこいいなって思いましたね。やっぱりあの表現をして、例えば私たちだけが表現をしていくっていうことではなくって、その私たちを通じていろんな感情がお客さんにも出てくると思うんですよ。きっとこういろんな声をかけてくださるんですけど、やっぱりこうそういったところで、うん、私たちを知ってもらいながらもっとこう感動だったり表現の楽しさだったり、あ、こういうことってあるんだって自分と照らし合わせてもらえたりするっていうことをもっと私たちから発信できたらなっていうふうに思っています。あとは町田に関して、この地域に関してももっと貢献できたらなとかも考えてますし、そうですね、まあ、簡単に世界進出とか言えないんで言えないところではあるんですけども、ただダンス、歌、ボーカルだけではなくっていろんな活動に参加したりとか、そういったところにこう呼ばれたらいいなっていうふうに思うので、まあ簡単に言うとやっぱ大きい舞台でたくさんの方に見ていただきたいという感じですね。歌とダンスってすごい不思議、アクティングもそうなんですけど不思議なんですけど、世界共通なんですよ。なのでどこでやっても多分いろんな方に元気を与えられるかなっていうふうにも思いますね。ハワイでもやりたいですね。消滅、
1、2、3、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 1